ようやく動き始める私の思い描く未来。誰も彼も皆私のために働く。タイラス、うまく立ち回ってくれ。私の可愛い天使たちも。マスターをうまく導いてやってくれ。そして過去からの旅人、センチュリオ。すべてが終われば、誰もが私を称える。そう、私を称える。素晴らしい世界になる。我が潜水艦精鋭の諸君、作業の手を止めずに聞いてくれ。前方にカスタリア艦隊、右舷展開、合流します。しかし今日、諸君らは新時代幕開けの紡ぎ手となる。艦長、センチュリオンです。来てくれたんだな。役に立てるかわからないが協力する。あいつは共通の敵みたいだからな。感謝する。カスタリア2、聞こえるか。はい。マイケル、例の装置の準備をしろ。了解です。包囲完了後、総攻撃を開始する。日々の成果を見せてみろ。全速前進。部隊が整ってきたな。ドブロフスキーとケイは、まあいなくても問題あるまい。役者も揃った。ようこそセンチュリオ。楽しませてもらえるかな。さあ始めようか。総員戦闘配置、攻撃開始だ。はっ。バカな奴らだ。もっと楽しませてあげるよ。タイラス艦長、どうした。後方にも敵艦、数把握できません。罠か。そろそろアクロポリスもいただこうか。マイケル、例の装置を作動させろ。了解です。なんだ今の音は。動力部に異常。なぜ。司令官、カスタリア2に異常発生。司令官、応答願います。司令官。名誉の戦士だな、マイケル。魚雷室、全門魚雷準備。目標防衛軍司令官、カスタリア。おい、何やって。カスタリアを応援に来たんじゃないんですか。状況が変わった。当艦はこれよりカスタリアを撃沈する。やめないか。なんだ今のは。邪魔したのは誰だ。全艦攻撃準備。アイオンを再起動させろ。総攻撃だ。かしこまりました。魚雷の数ではこちらが上だ。前弾発射。ものすごい魚雷です。こちらも全門発射。向きが。目標フォボス。艦長、魚雷が向きを変えます。どういうことだ。こんなことが。
だけの攻撃ならナンバーサーティーンも助からんだろう。わしの役目も終わったな。艦長、大丈夫ですか？艦長、作戦成功だ。諸君らの働きに感謝する。先日マスターを倒したクラウス・M・ローゼンバーグ氏が全人類に向けて演説を行いました。演説時のクラウス氏の会見模様です。ありがとう。これからの世界は、これからの世界は皆で力を合わせて作ってゆこう。センチュリオンは過去に帰れたのかい？脅かし続けた海賊たちも、ありがとう。市民防衛軍に従う意向を示し、事実上これで終戦したことになります。20年ものだね。なお敵機関の回収作業は続いており、さようなら。周辺の海域は立ち入り禁止となっています。